これから本格的に NFT が流行りそうですが、日本の法律が追いついてないように思います。NFT アートを販売する上での懸念はありますでしょうかえっと、結局その何を売ってるのかっていうのが、あの法律上実は NFT って明確になってないので、なので訴えられたら結構裁判になるんじゃないかなと思うんですけど、要はそのなんか NFT で、例えばじゃあ僕が自分の写真を NFT で売りましたっていう時に、あの、で、誰かがじゃあそれを買いました。 で、買った場合に実はその写真の著作権としての人格権や財産権を譲渡するという契約にはなってなかったりするんですよ。 NFT っていうなんか仮想通貨的なもので、なんかこれ俺のものっていう風に主張はできるんですけど、例えばじゃあその写真の本当の財産権の所有者だと、じゃあこの写真は他の人は使ってはいけませんとか、他の人は売ってはいけませんとかっていう、はその写真を利用する独占的な権利っていうのが得られるんですよ。著作権的なね。 でも NFT って実はそれがなくて、その NFT のシステム上俺がオーナーだよと主張ができるというだけで、何らかの権利が譲渡されるわけではないんですよね。なので、その何らかの権利が譲渡されるものだと信じて買ったのにそうじゃなかったみたいな形で裁判が起こったりすると、その NFT の主催する側の、そのなんかサイトとそのなんかあの、買った人とかでトラブルになるんじゃないかなと思うんですけど、そこら辺はその法律上曖昧なのと契約書上も曖昧に書いてるので、 なので、大きなお金が動いた時はいつかそういうトラブルになるんじゃないかなと思います。